昨年1月に芸能活動を再開したお笑いコンビ極楽とんぼの山本圭一48が30日放送のフジテレビ系めちゃめちゃイケてるの特番で10年ぶりに地上波復帰することが15日わかった。関係者によると収録での出演となる模様。司会のナインティナインや相方の加藤浩次47と絡むと見られる。めちゃイケといえば、山本は極楽とんぼとして1996年の番組開始から2006年に淫行事件で所属事務所を解雇されるまでレギュラー出演。ネタの途中に加藤と本気の喧嘩を始めてしまう喧嘩コントで人気を得た。ブレイクのきっかけとなっただけに、同番組で地上波復帰したい思いが強かったよう。当日は、喧嘩コントも復活しそうだ。山本は不祥事後、謹慎。芸能活動を休止し、引退状態となり、寺で修行したり、飲食店などに勤務していた。昨年1月に単独ライブで活動を再開し、同7月には加藤のライブに飛び入りで登壇。加藤はいつか一緒にコントができると思っているロンドンブーツ1号2号の田村敦史42も可愛がってもらった後輩として背中を押したいと語るなど、芸人仲間からは復帰を望む声が上がっていた。だが世間の目は厳しく、表だった活動はできていなかったが、4月16日放送のめちゃイケ20周年記念 SP で過去の映像として山本がモザイクなしで出演。番組内容も過去の出演者にめちゃイケパーティーの招待状を渡すという内容で話題になった。5月24日にはツイッターを開始。ネット上では本格復帰が近いのでハと注目されていた。今回の出演は極楽とんぼ再始動への足がかりにもなりそうだ。